いや、金越してルシファーだよ。今日は、赤チャートから一問解いてみよう。じゃあこれね。赤チャート例題218。電化質と極電池。PQ は定数。P は0、6、1万で。FX イコール PA3X プラス9とする。以下の次のことを見せる。括弧1。方程式 X イコール FX は対等の実数解を持つ。じゃあまず218、括弧1。まず GX イコール FX引く X イコール、P3X プラス、Q引く X と置くと、G'X と X というのは、P コサイン X引く1だから、これは当然ゼロ未満ですよね。ゼロ未満よって、これとリミット x がマイナス無限大 gx イコールマイナス無限大、リミット x がプラス無限大で、リミット x も gx はマイナス無限大より大が成り立つ。大が成立。はい。次、括弧2。2の実数、ごめん、見ますか。2の実数、アルファベータが出て、F ベータ引く F アルファの絶対値が、P 以下でベータ引くアルファ絶対値以下が成り立つという問題ね。括弧2、平均値の定理より、平均値の定理より見えますか？見えますか？F アルファというのは、F'C、かける、ベータ引くアルファ。ただし、C はアルファと、ベータの間となる C が存在。ここで F'X というのは、P3X より、F'C の絶対値というのは、P×sinC の、あ、ごめんなさい、これコサインだった、これコサインでした。ごめんなさいね。コサイン C より、コサイン C の絶対値だが、これ、こいつの P 以下が成り立つ。丸一丸二より F ベータ引く F アルファ絶対値が、P×ベータ引くアルファ絶対値が成り立ちますよ。はい、こうなった。次、括弧三、X1 イコール0、XN プラス1イコール FXN、N は1、2、3、点々点によって定義される、数列 XN は、方程式 X イコール FX の実数から収束する。FX イコール FX の実数から C として、実数解を C として C イコール FC、あ、どうしようかな。C0 にしようか。C0。さっき C 使っちゃったから C0 として、カッコ2とから、XN プラス1引く、C0というのは、FXN 引く、FC0。だから、これは、
P かけることの XN-C0 以下になる、よりよってよよってもっと続けますがよって XN-C0 っていうのは結局連続適用すれば PN 乗かける PN-1×X1-C0 イコール C0×PN-1 乗だからこれは N は無限大の時は0に収束します。なぜなら P は0、見えますか ?P は0、0が大きくて1未満だからです。はい。よって、リミット、N 無限大の、XN というのは C0 に収束します。はい、OK。はい、問題なし。解けた。よし。まあ、簡単ですね、こんな問題。まあこんな問題、東大2014年の問題に通ずる問題だから注意ね。まず括弧で GX は X しか FX ね、私とプラスマイナス逆ですが、微分数が0大きい、私0小さいな。単調増加し、GX、私とプラスマイナス逆になってこと注意してください。私も合っている。したがって、ちょっと待って、GX イコール0すなわち、X イコール FX はただ一つの実数から持つ。まあ、一回ちょっと待って、本当は GX イコール、ちょっと待って、なんかちょっとやっぱダメだ、三角で、ごめんなさい、ちょっと省略してた、GX イコール0と、FX、ちょっとごめんなさい、三角です。ちょっとごめんなさい、ちょっと省略してた、ごめんなさい。GX は0、0と FX イコール X っていうのはちょっと言わないとダメだった。ごめんなさい。これちょっと慣れすぎ、数学に慣れすぎちゃって、ちょっと省略すぎた。ちょっと減点だ。少し減点されます。減点です。減点です。ごめんなさい。減点されちゃった。ごめんなさい。カッコに、この式だけどさ、ベータがアルファでも成り立つんで、まあ、平均値で、まあ、どうしようか。あ、これも原点なのか。これ、ベータイコールアルファの時考慮してないですね。考慮してない。これも三角だな、実は。ちょっと待ってくれ。あ、ちょっと原点だ。これ、前の1点ぐらい原点されるかもしれませんね。まあ、多分ね。ベータ引く、確かに中間値でベータナットイコールアルファですね。ちょっと細かいとこ、細かい議論が問題ですね。これ確かにベータと C はアルファとベータの間になってるからちょっと減点だ。ベータイコアルファの時ないだ、まあ、そベータイコベータなってるからアルファの時いいんだけど、カッコにもちょっと減点だな。カッコ3は、XN プラス 1-C の絶対値は P かで XN-C の絶対値になる。ここ OK だね。ここ OK。あ、ちょっと まただ、また。あ、やばい。0じゃ、ここ、あ、そうか、そうだ。0、そうだな。あ、これ0以上、確か入れといた方がいいですね。0以上。またちょっと減点だね。ここ OK なんだけど、まあ、だから0、0だから OK なんだけど、OK なんだけど、ちょっと待ってくれ。あー、ちょっと待った。今回分かりましたか？これ、私、かっこいいじゃん。GX イコール0、すなわち X イコール FX ってちょっと忘れちゃって、ここを忘れてて、あと、私、アルファイコールベータの時うっかりしてて、あと、もう一つ、ここを入れときたかった。ここを入れ、線引いたとこ忘れてます。ちょっとね。ということで、ちょっと簡単な問題ってことを油断しすぎました。ちょっと反省ですね。ちょっとね。私、数学慣れすぎてるから、ちょっと余計なこと書かなかったんだが、ちょっと、細かく採点したらちょっとずつ減点されちゃいます。ちょっとごめんなさい。ちょっと、当たり前すぎることは省略しすぎちゃったんで、ごめんなさい。ちょっと、まあ、こういうこともあるから、ちょっと簡単な問題だと思って、ちょっとうっかりした。ごめんなさい。じゃあまたね。バイバイ。